どうもこんにちは、ベンマックス TV のベンマックスです。今日は2019年の4月の23日、なんか急に暑くなってきましたね。本当になんか初夏のようで、もう今日はすごく暑いです。私の、チャンネルはですね、時計に限らずですね、私の、コレクションしているものとか、あとそうですね、ちょっとお店をやってますんで、売りたい商品とかそういうものを紹介する、そういうちょっとそういうビデオです。チャンネルですので、そこら辺ご了承ください。よろしくお願いいたします。いつものように時計ばっかりじゃなくてですね、今日はですね、ちょっとレジェンドトイズさんの、スティーブ・ジョブズのフィギュア、これ何年か前に買ったんですけれども、それをですね、ちょっと見ていただきたいなと思いまして、動画をアップさせていただきます。よろしくお願いいたします。はい、これがレジェンドトイズさんの、スティーブ・ジョブズです。横はこういう風に書いてあります。スティーブ・ジョブズ、1955年から2011年、ハングリーであれ愚かであれ、こういう言葉を残したんですね。2011年で1955年とかで56歳、ずいぶん若くして亡くなられたんですね。私もだんだんこの年代に近づいてきてますが、人はいつ死ぬか分かりませんね。こういう風になってます。僕の心は僕の心はいつもアップルにあるね。そうなんですかね、すごいですね。じゃあちょっと撮ってみましょう。はい、こんな感じですね。ちょっと見づらいですかね、顔は。この顔のクオリティがね、すごいんですよね。すごいですよね。すごい似てる。よくこんな作りましたね。またちょっと全体像を見てみましょう。ソファーもね、ついてて。これはね、まだ未開封なんですけど、手のね、指を刺したりしているセットと、これはパーのセットですね。これ指さしているセットです。これリンゴが入ってまして、なんか軽くかじってあるようです。なんかこんなパーツがついてますね。あとこれは、これは、多分メガネだと思います。ちょっとこれ開けてないんで、ちょっとすいません。こんな感じで中でね、ドーンと座ってるわけですね、ソファーの上に。ちょっと持ってきてみましょうか。改めて見るとちょっと微妙に私イチローさんに見えるんですけど、それちょっとあれですね。やっぱすごいな、よくできてる。なんか微妙にイチローさんに見えるな。紛れもなくスティーブ・ジョブズですね。ニューバランスの感じとかね、下にね、
ソックス履いて、ジーンズは、ジーンズは何でしょう、ブランド名は書いてないですけども、これ多分リーバイスかな、リーバイスなのかな、ちょっとすいません、間違った情報だったらすいません。多分リーバイスって書いちゃうと版権の問題で支払わなきゃいけないということになっちゃうわけですから、書けない、そこに刻印を打てないということですね。すごいリアルですよね。じゃあちょっと座っていただいて落ち着いていただきましょう。まあこんな商品が過去に出たということです。若き日のスティーブ・ジョブズっていうのも持ってましてね、あっちもまあなかなかいいんですよね。これはもう本当に晩年の iPhone4S を出すぐらいの時ぐらいのかな。でも顔はまだそんなに痩せてないから、癌も進行してないような感じの顔ですよね。なかなかいいと思います。これアマゾンでね、びっくりしたんですけど、20万で売ってるんですよ。私これ3万いくら、ちょっと待って、ガセネタ、間違ったらすいません。そんな高くなかったんですよね。で、香港で、これ作られたんで、香港からで募集してたんですよ。買いませんかと。で、そのサイトに行って、クレジットカードを思い切って切って、そして名前と、あれ全部英語で入れて、住所と名前入れて、で、待ってたら、届いたという形なんですね。忘れた頃にやってきました。はい、そういうことでね、こういうフィギュアが私のコレクションに一つにありますということで、私も iPhone 使ってますし、Mac はね、 Mac Pro 使ってますんで、かなり重宝してます。それの生みの親っていうことでね、こういうフィギュアをちょっと買ってみました。あまりフィギュアを買う癖はないんですけど、ちょっとジョブズだけはちょっと手に入れとこうかなと思いまして買ってみました。そんな紹介です。ご視聴ありがとうございました。失礼します。